ほんの少し回転させます。こんにちは、河合さやこです。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は先読みの出だし練習についてお話をします。このチャンネルでは私の本、今更聞けないバイオリンの常識に掲載している練習法についてご紹介をしています。ぜひ私の本も合わせてご覧ください。出だしは、弓のスピードを均一にしてレガートに弾く奏法のことを指します。前回の先読みとろものでは高速でリズムを刻みましたが、この出だし練習には8分音符にテヌートがつきます。この練習は先読みとろものの次にすぐにやるといいので、徒長調の下降形で降りてきます。上降形下降形のどちらか一方のみの練習にしておけば練習時間が半分で済みますね。私の本に楽譜を掲載しています。そちらをご覧ください。まず弓先を弦の上に置いて、親指と人差し指を残して他の指を離します。この離す時にただ離すのではなく、少し弓圧をかけるように腕をほんの少し回転させます。このように回転させることによって少し腕の重さを弓に伝えることができます。弓圧をかけて弾くことができるんですね。この弓圧をかけるためにもわずかに腕を回転させます。人差し指には先指トレモノの時と違った感覚があるでしょう。この感覚を覚えるように練習します。私の本にも掲載しているんですが、音の形を視覚化するとしたら長方形です。決して後膨らみをしたこのような音の形にならないようにしましょう。なぜそのようになるかは、弓のスピードが急に速くなるからなんですよね。弓のスピードは均一になるようにしましょう。それでは弾いてみます。メトロノームは72です。いかがでしたか？この練習は先読みトレモロの次にやるようにしてください。そして毎日の基礎練習をぜひ続けてくださいね。毎日やるのが大事です。何かご質問があったらコメントに書き込んでください。第7期バイオリン指導法講座募集開始しました。お申し込みお待ちしています。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.